こんばんは、真相の火曜日キャスターの上杉隆です。こんばんは、西谷由紀子です。こんばんはと言っても、これ撮ってるのこのところ朝が多いんですよね、はい、そうなんです。実は今9時過ぎぐらいですね、若干眠いんですということで、はい、まあでも見てる人もね、必ずしもこんばんはじゃないんで、おはようございます、こんにちは、ということで、はい、今回のゲストは、この方々です。はい、本日のゲストはイタリアンレストランエリオロカンダイタリアーナの三方康弘さんと藤井遥さんです。よろしくお願いします。どうも、よろしくお願いします。なぜかこんなところで会うと違和感がありますが飲食業界の目線で考える、はい、放射能対策と食の安全というですね、タイトルなんですね。これ日本人のみならず多くの世界中の人が、まあ、食というのは誰もがこれは、常に生活の中に入ってくるものですし、そして最も大事なものの一つですが、はい、その今回の 3.11 の原発事故以降出ている放射能の外の外部、放出で、それに伴う内部被曝という、まあ、非常に危険なものに対してあまり目を向けない、むしろ直視させないような雰囲気が日本に広がってる、はい、でその中で実は去年の3月11日から、まあ本当に一番最初と僕は言っていいと思うんですが、エリオロカンダが、まあ、この問題に取り組んできて、そして口で言うんじゃなくて三方さんを中心に筆頭にですね、実践してきたというところなんですね、はい、今日はそのあたりをですね、はい、何をやってきて、そして今現在どういう状況か、さらには今後、まあ、藤井さんの活動も含めてどういうな形でその食の安全を守っていく国、そしてそのイタリア料理ですけど全体に関係ありますから、そこをどうやって提供していくのかという、まあ、そのあたりをちょっと今日はね、はい、じっくり掘り下げたいと思います。改めてよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。ますということで、その中で11日一般の、まあ、レストランのスタッフがそういう形でここは、はい、決して安全とは言えないんじゃないかと、危険とは確定してませんが安全とは言えないんじゃないかって言ったことによってどういうことが起こったんですか。まあ基本的にその当時は計測器を買ったりとかいろいろ考えたんですけれども、うん、やはりまず産地を厳選するっていうところから始まったので、うん、まあ、西日本 でたまたまその時に文科省かな出したデータにその各都道府県のホラートの情報が確かあったと思ったんですけど、はい、ちょっと定かじゃないんですが、はい、それを見て、目安として、まあ、九州と、まあ、四国山陰の一部北海道の旭川より上という、うん、まあ、そういう目処を立てて、まあ、産地の源泉で当然今までこう付き合ってきた業者さんっていうのがありまして、で関東からの、まあ、お野菜だったりとかそういったものを取ってましたので、うん、じゃあそれをどうしようかっていうふうになった時に、まあ、業者さんとはやり取りをさせていただいて、うん、まあ、道の方からこう食材を取りたいから、うん、そんなね面倒くさいことできないんだよで逆に言われて逆切れされてしまって、なんで食べた覚えにしたいんだ。ああ、それは業者さんに。業者さんに、はい、今までお付き合いあったと。付き合いもう十何年もあったところで、いや復興ということを考えるんであればそういうことじゃないんじゃないか、うん、食べた覚えっていうのは確かにしたいけれども、うん、今のデータをこう見たときに何もわからないじゃん、うん、で業者さんがやはり例えば私たちも牛乳取ったりとかお肉を取ったりとかしてますよね。でその業者さんに対して積極的に働きかけて、うん、まあ、お話をさせていただいて、うん、今これから今の段階では、まあ、安全であったりとかこうだっていうのはあるんですけれども、今後やはりいろいろな状況の中で、うん、やはりその放射能に対しての気をつけていく方たちが増えていくっていうことを、まあ、去年の4月5月ぐらいではもう言い始めまして、うん、そうですね、まあ、それで、はい、業者さん呼んではお話をさせていただいて、うん、まあ、こういう状況になった時にやはりどういった数値なのか、うん、汚染されてるのか、それは果たしてじゃあ何ベクレルなのかと、うん、いうことをやってください。でそうでできませんって言った業者は全部離れてって、なるほど、でじゃあ、まあ、自分にも子供がいるんで、まあ、そういうことであれば私たちもね意識を変えてじゃあやっていこうじゃないかっていうところが今お付き合いしてる業者さんなんです、うん、今、まあ、1年半経って、はい、まあ、三方さんこれ淡々と言いますけど、うん、当時の日本の状況はこれを言うのがものすごい勇気なんですよ ね、はい、だって日本のそういうことをちゃんと現実を直視してそういうことを発表しなくちゃいけない、大手マスコミの記者ですら言えなかったわけですから、裏では言うんですよ。